はい、皆さんこんにちは。今日はとってもご機嫌なメロディー作成の指南をしてくれるエバビートという会社のメロディーソースというソフトをご紹介します。日本ではそんなにも YouTube などで紹介がされていません。僕の見た限り 2,3 人の方がアップをしてくれてるというような状況です。でもとってもご機嫌といったのは、今までもこの種のソフトをいろいろ購入しました。でも伴奏の方は案外いいんですけれども、メロディとなるとですね、どちらかというとアルペジエーターのようなものであったり、ワンパターンなものが多かったのですが、このソフトはワンパターンというのがありません。ほぼほぼ今テストする限りは同じものが二度と出てこないような状況になっています。そういうことで、この楽しいメロディーソースというソフトを今日はご紹介したいと思います。村長ミュージックスタジオ。まずこのソフトは、このソフト自体を一番上にインサートします。メロディーソースのインサートですね。こうするとここにインサートができますが、そしてこのソフト自身は音源というのを持っていません。ですから別にこのように、僕の場合はエアミュージックのソフトを入れ、このような音色を選んでセットしてあります。そしてこの2つを準備しましたら、 MIDI の入力の方にこのメロディーソース、これを設定します。そうすることで、こちらで生成された音がこちらに流れ、この音源を使って音が鳴るようになります。もう一つ下には、これはちょっと後で鳴らすためのドラムのソフトですね。これは今まずミュートします。早速メロディーソースのお話に移りたいと思います。今ループを4小節分回るようにしています。ここで再生をしながら、ここで自分の好きなパターンを探していきます。9つのパッドのうち、縦の軸はシンプル、そしてコンプレックス、少し複雑なという意味ですね。そしてそれを掛け合わせたようなもの、これが3つの縦です。そして横軸はライト、ダーク、そしてまたここでもボース、それを複合したようなものということで選択できます。例えばシンプルのライトを押しました。そしたら右の方にこういうふうに出てきます。今再生をするとこれが流れます。どんどん変えてやっていきますので、少し見ていてください。同じところを押してもどんどん変わったメロディーが出てきます。これなんか案外いいですよね。ダークを押してみます。このようにあまり深く考えず、この9つのパッドを自由に押すと、ここにどん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 リストが溜まっていきます。そして
リセットをしたいなと思いましたら、ここの下にクリアというのがありますから、またクリアできます。もう一度やってみましょう。気に入るのが出てくるまでどんどん押していきますが、これ案外気に入りました。そして少し言うのを忘れましたが、まずはじめにはここでキーを調整することができます。そしてスピードもスローとファスト、これを選択することができたり、オクターブを選択。そしてスイングというのは、タッカタッカっていうやつですね。どんなスイングをするかっていうところ。もしくはトリプレットっていうのは、3連ですね。そして最後にシンコペーションがあります。悔いのあるメロディーを作るかということです。これもう一度オフにしておきます。それでもう一度クリアを押してもう一回やってみます。もうお気づきになったかも分かりませんが、今までのアルペジエーターとかと違って J-POP なんかにも使えそうなメロディーがどんどん出てきます。そして例えば今最後のところですね、もちろんもう一度こっちの方がいいかなということも聞き直すことがいつでもできます。そしてここ分かりやすくですね、 LC となっているのはライトのコンプレックス、ここですね、ここを押したということが分かるようになっています。先ほどのように全クリアじゃなくて1個ずつこのバッテンを押すと消すことができます。そしてじゃあこの今のメロディーにハーモニーをつけてみましょう。このようにハイ、ミッド、ロー、そしてオクターブダウンですね。ここらが設定できるようになっています。そしてレガートもあるのが嬉しいところです。今のままレガートをオンにすると音が伸びたような形になります。このように J-POP でも使えそうな、ようやくそういうメロディーメーカーができてきたなというのが僕の印象です。ありそうで簡単そうでなかったこういう機能です。これで便利なのは、まあ、ハーモニーを仮につけてあるならつけてあるように、この再生ボタンの隣を押すとドラッグしてこのように挿入することができます。これができればこのまま再生をすれば、はい、あ、レガートが良くなかったと思えば消してもう一度レガートを切って、そして同じようにドラッグします。こんな形でメロディーを作れますので、
EDM であってもポップスであってもいろいろ応用が効くんではないかなと思います。これを複合して例えばこのようにどんどん貼っていきます。このようにミディになりますので、アイデアだけ頂戴して微妙なところは編集をすればいいわけです。そしてドラムのようなものもこのように小節分追加して聞いてみると、どうでしょうか。5000円ぐらいのソフトでアイデアをいただくのにはちょうど良いソフトだと感じました。もう少し派手なサウンドも作ってみます。一旦このメロディーを消しておきます。もう一度テンポを140に切り替えて少し変わったパターンをやってみたいと思います。じゃあドラムをつけてみます。はい、じゃあドラッグしてみます。もう一度違うものもこうやってパターンとして入れてみて、でこれをつないでみます。はい、こんな感じで、じゃあこれにベースラインをどういうふうにつけるのか、この辺はスケーラーのディテクトでつけるとかいろんな方法があります。またイージーベース、これであればこれに合うようなベースを簡単に入れることができます。これの応用についてはまた次の機会にお話ししようと思います。
この流れで楽曲を完成まで持っていってみるということです。もしよかったら、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。村長でした。